コップンカー宮崎トムです。皆さんはいかがお過ごしですか？もう秋ですね。秋って人恋しいですよね。はい、人恋しい時って皆さんはどうしてます？そっか、やっぱりそう、アートですよね、人恋しい時はね。そんなご時世にぴったりのゲストをお招きいたしました。もうこの方、アートを語らせたらこの方か山田五郎さんかです。荒川グミグミさんです。ボンジュール、どうも荒川です。荒川さんはもう荒川区からね、やってきて、そうですね、本当にあの荒川区長になれば僕いいんじゃないかなって、いつかやっぱりなりたいという夢があります。はい、荒川グミグミさんって先ほど僕ご紹介したのは、もちろんあのよしよしさんだってことは分かってるんですけどもグミグミさんっていう、もう今年ね、トレンドにももう入ってますね、一瞬の、ね、はい、あのだ流行語大賞もう今狙って、もう荒川グミグミさんというね、はい、ドラマの、あの TBS ドラマのねあのことね、ありましたね、グミを食べる、すごい、あれはすごかったですね。あ、そうですか。そしてさらに皆さん見ましたか、うん、あの最高の教師、はい、もう最高でした。あ、そうですか。見ていただいた。見ました。私ね、は、見ただけじゃなくてね、さっきね、はい、イラストに描きました。あら、お地蔵さん、荒川くんの最高の教師のあのなんか打ちしがれてこうなんか、うん、あの固唾を飲んで教室でのシーンを見てる荒川さんですね。あ、はい、そして、はい、荒川さんのこの名台詞、なすべきことをしに行きますか、ね、ね、ありました。それでこうちゃんとこう生徒を前にして言うんですね、荒川さんが。そうするとね、学校いいぞって言われるんです。言われました、うん、そして最後、はい、あの長台詞、はい、すごい、あ、なんか学校いいぞって言ってなんかいろいろ、それでも何か言葉を投げたいとき私に言ってください。あら、覚えた。この学校が本気で向き合う時間を作るなら私は何でもできるということです、はい、これだけでもうすごい、その前後に長いセリフをよく、はい、でその前の第6話の、はい、あ、なんだっけ、あちゃん、芦田愛菜ちゃん、足立由美って言っちゃいました、ごめんなさいね。足田原さんがもうこんなね、かわ、はい、いそうな、もう泣いてもう一人でね、うん、画面で本当に携帯のこの足田愛菜ちゃん偉い年取って、すごい、昔あのお笑い漫画道場で言ったエヴァっていうね人がいます。本当に、いやいや、 あの今日はテーマアートなんで、アートですよね、芸術の、芸術の話でね、はい、いや本当にでも感動しました、あのドラマに関しては。ありがとうございます。セリフ覚えに感動しました。そうですか。私こんな長ゼリをもう、うん、そうですね、若年性、いやいやいや、アルツハイマーの、いや、もう苦労しました、本当に、うん、もうだからすごくそんなね、荒川さんなんですけども、絵はお好きですか？絵はそのアルツハイマーじゃないですけど、うん、最近あの恵比寿さんの個展に行ってまいりました。ハッシュタグミートゥー、あの僕もおととい行ってきました、行きましたね。能町みね子さんと久しぶりにお会いしましたけど、僕もなんか今ちょっと稽古中なんですけど、稽古はたまたま夕方からになったんで、あ、行けると思って、その日、うんうんうん、2日目かな、うんうん、に行ってきました。どのようなご感想ですか？15年ぐらい前に月島の、それは恵比寿さんの今のあのそのこの絵じゃなくて、うん、まだ現役バリバリの頃の絵を買ったことがあって、月島のギャラリーで、ギャラリーで、でも僕しか買ってなかったみたいです。結構あったんですよ。
でも客もガラガラだったんです。客も誰もいなかった。恵比寿さんが在廊されてたんですか。あれいたんですか。いらっしゃらなかったです。はい、おいくらぐらいなんですか、ちなみに。その時が10万円です。じゃあなおさらね、なんか感慨深いものが。これはあの図録はなくて、うん、なんかポストカードで、はい、もういろんないろんな漫画家、他の漫画家さんが恵比寿さんにこう一枚一枚こう、うん、なんか今の恵比寿さんに何か捧げる絵っていうのをすごく知り上がりさんとか書いて、はいはい、関わったこともある、うん、タイトルに絵一つ一つにタイトルが書いてあるのが、はいはい、結構もうあの恵比寿さんってなんとなくこう、はい、なんだろう、ちょっと分かりやすい感じの漫画と思って、はいはい、本当むしろ なんだろう、ちょっと抽象画っていうか、はいはい、うん、何が書かれてるか分からないような感じで、うん、それに、騙された9人、題名がね、ほっとした、変なおじさん、俺はこっちだと思う、道路に寝転がるとか、そういう風に書いてあるんですけど、まあ、寝転がってる、うん、あと騙された9人、9人っていうか、何が9人なのかなとかっていうようなのが一個一個こう考え込ませる絵なんで、でもなんかああいうの見るとなんかむしろ有名人である恵比寿さんで今こう認知症っていうふうにこう診断を受けたってことを公表されてる方がああいう絵を描いたからっていうことでこうそこまでこう足を運んだけれども、あ、絵ってもっとこうちゃんと 見なきゃ、あの美術館とか行った時に、あ、これがなんかモネねとかつって、ああってなんかあんまり疑問に思うことはないじゃないですか、はいはいはい、だから一個一個の絵がタイトルとあれでこう考えるなんかジェスチャーゲームとかみたいな、はい、これはこれは何の、あ、騙された急に、あ、全然違ったみたいなんじゃないけど、ちょっと絵との関連、タイトルの関連性がものすごくこう不思議な気持ちに、今までの恵比寿さんの描かれてたのも相当シュールだけど、一番なんか純度の高い恵比寿さんのこれまでの活動とか人生を見させていただいてる感じはちょっとしましたね、なんかね。なんか僕印象に残ったのは、こうこのスケッチブックがこうほらこうあったじゃないですか、うんうん、でここに多分まあ普通に絵描いてはみ出して、そうそうそう、そういうの壁に描いてたの、そうそうそう、あ、とか思って、それはすごい印象。好きな画家で最近で言うと恵比寿さん。恵比寿さん最近行ったのがそうですね。他に何かそのあの恵比寿さんの絵10万円で買った以外は買った絵とかってあります？漫画家ばっかりですね。画太郎先生のやつも買いに行きました。よく中野でやってましたよね。だからね、その時は渋谷のパルコで売るっていうのを聞いて、でもまあ原画じゃなくてなんか10枚限定みたいな、なんか宮崎駿と喧嘩するみたいな、あの 絵がなんか画太郎先生のあのあったんですよ、うん、それの絵がなんか10枚ずつぐらい売ってて、初日にうわ行こうと思って、うん、でパルコの朝11時オープンガーってエスカレーター、もうこれ絶対売り切れるなと思って、うんうん、バッて行ったら一人だけでしたね、お客、僕だけ。僕も中野で、いやもう入り口前にうわこれ全員やべえな、ライバル多いなと思ったら、みんな多分洋服屋とか違うところ行ったんですよね。そっか、多分もう僕一番最初に行って、そういう購入された絵は部屋に飾られるんですか？飾ってます。玄関とか、美術館とか。美術館最近、あ、でも地方、この前そのトモさんも行かれたと思うんですけど、あの民泊、え、民族、はい、民泊、はい、はい、とかは、だからあのこの前一緒に大阪公演があって、太陽の塔の中とかまだ、はい、僕も初めて入ったんですけど、ちょっと前から普通にほら予約なしで入れるよ、入れますね、なんかあのいろいろ休園日とかに、人類の歴史、あ、創生ね、あの階段にありましたね、うん、そう、そういうのとかちょこちょこたまにですかね。いや、まさかだ、子供の時なんかああいうの遠足とかで行っても全くね、うん、何も思わなかったけど、やっぱこの年になるとそういうの行きますね。あ、そうですね、東京でそう岡本太郎
のやつやってた時とか、安倍さんがほらで知り合いとかが意外とほら何でしょう、やるやる、あの、いやいや、ナビゲーションみたいな、ないや学借りて、な何も出てこないですね、600円で音声ガイド、音声ガイド、うん、やるやる、安倍さんやってると思った。ゴッホ展は安住アナがやってました。あれどういうな、どういう風な感じで来るんですかね。ひらめきじゃないですか、学芸員の。あ、もうこの人で行こうって。あのね、涼さんっているじゃないですか。あの涼さんですか。涼、はい、涼さんがやってたのがものすごく上、あのね、誰だっけな、女性のアーティストでのやつをやってたんですけど、うん、もうちょっと激しかったです。夏木マリさんのような涼さんでした。涼さんが夏木マリさん風に、いやいやいや、ふとかじゃなくて、うん、嵐みたいな、踊りがちょっとなんか足音が聞こえる、びっくり、その時じゃないけど、なんか彼女を襲ったのはそれだけではなかったみたいな、なんかね、そういう感じの、あの、それで自分のボタン、なんかボタンを押して、これは、あ、なるほど、ボタンを押すんですもんね。そう、あの6番、はいはいはい、この絵は何々でもその時みたいな、ちょっとこうなんかあの僕もうる覚えとかタイトルも誰かも覚え出せないような方のあれだったんで、あの、でもやっぱよく行かれるんですか、美術館。だからもう本当この年になるとですよ、もう40過ぎ、30代の頃行ってたかな、40過ぎてもう、あの、割と行くようになりました、ね。なんかやっぱそういう地方とか行った時に、まあ何でしょうね、まあ何かから情報を、大体漫画とかの情報、空也上人とか最近ちょっと流行ってるじゃないですか、うんうんうん、ちょっと流行る前とかに行ったりしてましたね。なんかあの生身、あの公園、あの夜公園の前とかにとか、あとなんか京都でその時代劇とか撮影ある時に、本当に休みの日ね、何もそんなやることで、京都って意外と回るところ多いじゃないですか、お寺とか。お寺とかもさ、あの僕、母方の田舎が奈良だったんですよ。あ、その初めて来ました。で、奈良も、あの、もともと奈良出身のっていうよりは、なんかあの役人でいろんなとこ回る、何省だったか分かんないけど、なんか転々と北海道だったりいろんなとこに行く人で、はい、で最終的に奈良に落ち着いた時に子供の頃行かされて、うち共働きだったから夏休み預けられたりしてる時に、はい、奈良なんてさ、こう子供が行ってお寺見ても面白くないじゃない、はあ、なんか古墳とかさ、ああ、まあ、子供がさ、鹿はまあなんかギリでも鹿も怖い、鹿もだって 毎シーズン鹿せんべいとかさ、はい、最初はちょっと怖がってたりかもしれないけどさ、はい、まあ、もう鹿いいよって感じにもなってたりして、もうちょっと飽きちゃった。だからって思うけど、やっぱりこの年になると奈良とか住んでみたいとか、あの京都とかさ、ああいうとこよく住むじゃない、そういうのは憧れますけどね。だから京都でもしなんか時代劇とか頻繁に行くようになったら、なんかそのなんかどっか借りたり、あの坊主さんみたいな、ああなるほど、下原の坊主さんが京都で教えるからね。なんかでも今松尾さんも行かれてるんです。そっか、マスオさん、そうですよね、そうだ、あの安藤さんと、安藤玉恵さんと、あの二人芝居を教えてるんですよね。そうですよね。いや、羨ましいですよ、だからそういう京都とかね、うん、そう、美術館、そう、美術館、あの、そういえばさ、長野のあの劇場行ったことある？ないってことないと思います。長野の松本の美術館の向かいに、あの草間弥生の常設展みたいな、草間さんが長野の人なんです。ああなるほど。だからそれは割ともう目の前だから、昼公演の前とかにも行ったぐらい、はあ、なんかだからそういう劇場とか、あと隣接してたりねするところがあるから、うん、あなるほど、そうですよね、劇場と一緒に、もういいよって思った方はね、ぜひあのね、うん、ちょっと一回何かしましょう。なんかお茶とか、お茶を飲む、あったかい、あったかいお茶を飲んでください。はい、はい、私たちもね好きでやってるんじゃないんですよ。松尾さんのイベント、ま、松尾さん、そう、松尾さんという人がいるんですよ、うん、私たちの、はい、あの私たちの大事な、
私の大事な旦那様ってこと知ってます？知ってます。そういうね、な何をさ、おさチラシですか？チラシ、あ、ぽいぽい、あ、ぽいぽい、芸術ぽぽいぽい、ぽぽぽぽぽい、ぽいぽいぽいぽぽいぽいぽぴーって、はい、ありましたね。松尾さんの、松尾さんがこういうのをイベントをね、年末にやるにあたって、私たちに何ができるか、私たちは別にこれ参加するわけじゃないんですけども、参加しないですよね。で、参加し絵に描かれたのも出すんですかね、僕らの似顔絵。いや、出せない、もっと、もうもっと違う、もっと壮大なスケールで、そういうちょっとしたイラストレーター仕事みたいなのは多分やらなかか、もっとで、それに僕らは何かできないかって思って、劇団員みんなで松尾さんの絵についていろいろ語ろうと思ったら、松尾さんがそれはやめてくれっていうね、どうせあの人たちは何にもね、何か分かって、あの、なんかどうせまたニヤニヤするだけだろうっていうことで、喋んないでね、ただ。で、じゃあもう、じゃあそんなやりたかった宮崎一人で何かやればって言って、いや、でもそういうんじゃない。一人じゃちょっと。一人はでやるには荷が重すぎるんで、うん、じゃあむしろあの松尾さんにね、我々もアートがやりたい、アート集団でこう行きたい、チンポヌみたいな、チンポヌですよ私たちは。あのそういう集団に生まれ変わろうっていうね、うん、と提案をね しようかなと思ったんです。私たちだって松尾さんがそうやって個展するなら私たちだって個展しますよっていうねそういう挑戦状ですよね。それで、だから後でちょっと私たちもちょっとアートにチャレンジをするようにしたいんですけども、でももともとそういう絵を描くっていうのはあったんですか？全く描いてないです。美術の時とか、あの学校の作、まあ、一応なんか描いてましたけど、なんかでももう何でしょうね、スケッチ大会とかよくあったじゃないですか。で、中学ぐらいの時、まあ流行ってたっていうか、外に出れるでしょ、で、公園とかに行って後輩にみんな描かせるんですよお前描いとけばで、僕らはその公園の近くの友達の家に行ってゲームしたりとか、そんなことばっかり。え、高々50分とか。いや、もう近くの公園で、その公園の近くの家が友達ん家がそこで、それがバレちゃって描かせたのが、うん、問題になって、すっごい親からぶん殴られたのを覚えてます。自分の親から、自分の親から、先生からも当然怒られましたけど、そんなことやってます、あなた方の、あなたの、全くそういうことをしてる人はいなかったけれども、うん、もうだからもうそんな何にも最近絵も描いてない。あの、いや、なんか荒川くんみたいなこう、はい、奇才みたいなこう人はなんか他の人と違う絵を描くとかさ、いやいや何にも描いてない、葉っぱが赤いとかさ、そういうのはない。全然、はい、ファンからこうイラストを描かれたり、なんかこう、ああでもなんかったり、消しゴムでもらったことあります、あの印鑑みたいな。あ、なんかそういう人いたね、なんかそういうあのファンのくれる人いましたね、はい、いました、はい、そういうのとかありますけど、